こんな時間にやることなんて本当にめったにないんだけど。珍しい。そうなんです。こんにちは。そう、こんな時間にやってみんな来てくれるかなってめっちゃ心配で、一瞬チャットで聞いて、まあ5人くらいいたからいいかって思って始めてみました。新潟なお公園かな。こんにちは。バンダイで散歩でさ食べてきた。いいな、いいね。ねえ、今日本当に暑いね。なんかさ、今6月なの信じられなくって、びっくりじゃない。もうさ8月くらいの暑さなんだけど、どうする。あ、ありがとう、みんな通知で来てくれて。本当に暑いんだよね。そんなに暑い。でもさ、普通に夏っていうか8月とか35度とかになるもんね。今30度ぐらいかな、多分。暑くて。29度あった。そうなのか、29度もあるんだ。やばい。体調気をつけてください。ありがとうございます。気をつけます。あんまり梅雨っぽくない。確かにね、梅雨って終わったのかな。まだもう終わったのか。なんか確かに梅雨を感じた記憶がないかな。50分ぐらいまでします。新潟がこんなに暑いと夏が苦手な僕はどこに行けば。そうだよね、なんか新潟って涼しい、冬は寒いけど、でも夏も暑いよね。なんかね、今は6月だからさ、どうしようだよ。お水飲んでね。お水飲む。みんなもお水をいっぱい飲んでください。もう水命水命だから。梅雨まだなのか。そっか、まだ6月だって。そうだよね、6月入ったばっかりだもんね。本当になんか暑くてやばいなって思った。今日こんにちは。よし。ゆはが半袖着てるぐらいだから相当暑いだね。そうだね、割と。でも最近は半袖も、あ、でもいや、そんなことないか。もう暑いよね。夏は劇場のエアコン効きすぎて寒い時ある。そうだよね、ゆはたちはめっちゃ暑いけどさ、みんなは寒いよね。みんな寒いと思うし、あとイラたちもその劇場のステージ、公演やってる時はちょうどいい気温になるけど、やっぱりあれなんだよ、
メイク中とかちょっと寒いなってなる。だからさ、夏ってそこが難しいよねって思った。うちらは応援で熱くなるしか、そうだからみんなにはもういっぱい声出してもらって、あのホットホットになってください。そんな感じだよね。それしかないもんね。みんなはさ踊れない、踊ったりできない、動けないから、あの場でもうあったかくなってもらうしかない。うん、あー席にもよるのか。でもね、そこでお腹とか壊さないように気をつけてね。そうそう、あそうなの、今日朝5時からずっと起きてて、朝5時にパッて目が覚めて、なんかもう7時くらい、8時とか7時くらいかなって思ってパッて目覚めたらまだ朝の5時で、なんかもう意識朦朧としながら、うーん5時、うーんまあいつもだったらじゃあもう一回寝るかになるんだけど、その見た時計が今日スマホの時計じゃなくて普通に部屋にある時計で、なんかその時計を見たら5時っていうことになんか納得して、そっからずっと起きてる。寝たのは12時、昨日ね12時に本当寝たんです。スマホもどっかにやって、また明日の昼公演でよろしくね。よろしくね、待ってるね、ありがとう。朝歩はしてない。朝歩はしてないけど、飲み物もしてない。だからもう今でも眠くて、なんか5時間睡眠結構最近ずっと8時間くらい寝てたの。だからそれに慣れちゃってすごい眠くて、5時間夜は寝ちゃうから今配信なんか、そうなんか夜多分今日めっちゃ早寝したいし、で公演あるからなって考えたら今した方がいいかもしれないって思って今させてもらってます。今ねスーパーなんか眠い、なんか久しぶりにこのめっちゃ眠いっていう感覚を味わってる。今日いつも以上にお姉さまほら髪かな、あとこの服かな。公園出てない日の昼夜の間珍しい。そうだよね、あんまり公園出てる日もしないし、公園出てない日の昼夜の間もしない。まず本当にこの時間帯の配信がとてつもなく久しぶりすぎて、お洋服のボタンかわいい、ありがとう。なんかね、なんて、何エンブレムついてる。こんにちは、はじめまして、ありがとうございます。寝ながら配信してもいいよ、寝ちゃうよ、そしたらもう喋らなくなっちゃう。そうよね、通知来てびっくりするよね。
間違いかな。今日は何か食べたの？今日はキンパ食べた。キンパを食べました。あと普通に朝ごはん。こんにちは。アサイーボールは食べましたよ。アサイーボールは食べてないけど。クレヨンしんちゃん見てます。いいな、いいね。キーパーは作ってない。キーパーも作ってない。作ってないです。こんにちは。りはちゃんの配信見てると夜と錯覚してたね。それはね、見てる皆さんも多分夜かと思うけど、ゆうはが一番今夜9時の気分、9時半とか10時ぐらいの気分。自分の眠さ、でも夜眠くないんだよね。すごい夜の気分。もう部屋もカーテン閉め切ってるから全然夜このまま寝れるよ。このまま明日になれる。だからさ、なんかきっとこれ配信切って、あ、まだこんな時間かってなる気がするんだよね。いいこと、嬉しい。ね、なりそう。でもさ、多分この時間帯にやるときっといつも見に、いつもはなんだろう、ゆうはのことを見ない方がきっと少々いらっしゃるんじゃないかなって思ってる。こんにちは。ぜひ、そういう方も知ったらフォローもよろしくお願いします。劇場のロビーで見てる人も、そうだね、確かに。3100フォロワーまでもう少しの、そうですね、もうちょっと。なんかでもどうやって書いたらいい、なんかね、難しい。こんにちは。こんにちは。すごいさ、やっぱ夜みたい気分。こっからカラオケ配信始めたらどうする？てっぺんまで行ったら。ないですけど、なんか50分に終わるのであと10分。書いとこ、忘れそうだから。ごめんなさい、コメントが長すぎますってテロップに怒られた。
うん、そう、テロップに怒られました。お、北村です。北村優派です。本当にテロップのね、普通になんかいつもだとあの文字数オーバーだからもう打てなくなってるところまで来るのに、なんか普通に打ったら打ち終わって「はい OK」って言って「OK」って押してここにポッて出るかと思ったら、なんか「コメントが長すぎます」ってそれだけ出てきて、もうじゃあ承認しないでよって思ったけど。一回喜んだのに、それはテロップが悪い、みんなはそう言ってくれる。みんなはそう言ってくれるから優しい。前髪どこ行った？前髪は今日はなしです。そうだよね、イハは悪くないかな。3、4、5、6、7、8。まあ確かにめっちゃ無理だったかもしれないね。明日昼公演行きます。お、待ってます、ありがとう。明日そうロックの日の初日なのでね、ロックの日の初日、ロックブロック、え、めっちゃダジャレ、ロック、え、でもそういうことじゃない、これからいつもロックブロック、春ブロック、季節ブロック、イベントブロック、ロックブロックになるってことか。そう、そうだね。ロックの、そう、ロックブロックが始まりますので、ぜひお楽しみにしててください。そうだよ、別に意図したわけじゃないからね、今気づいたんだよ。あ、そうだなって思いました。だからそうロックだから明日の髪の毛どうしようかなってまた悩んでるんだけど、でもねちょうど SNS 見てたらいいなんかやりたい髪型見つかったんだけど悩んでる。ロックっぽいはロックっぽいけど、昼夜で変えるはず。でもねもうそう、その今やりたいなって思って見つけた髪型はまたツインテールなの、すごい高い。だからちょっとそれ続くからまた後回しにしようかなって、このロック期間中にやろうと思ってます。ゆはちゃんとスイスイ弱そうなんですよ。そうそう、スイスイの配信見てた方はわかるかもだけど、ユハとスイスイなんか弱そうなところがあったから、そこはでも明日までに強くなってるので待っててください、楽しみに。来週行くからツインテールはその時に見せてください。確かにもう明日はやらないかな、ツインテールはしない気がする。
まあ気分ですけどね私の。あ、もう3分あと3分。そう、そういえばさ、ずっと謝りたかった。この間の配信壇上を読み忘れてしまってごめんなさい。めちゃめちゃ時間を持て余した日に余裕持って終われたと思ったのに全然、そう終わってからあ壇上と思ってごめんね。また今度読みますので。今日は忘れないでちゃんと読む。じゃあ読みますよ。13位、かがみさんありがとうございます。12位、さかけんさんありがとうございます。11位、ひでひでさんありがとうございます。10位、かかしさんありがとうございます。9位、なんやさんありがとうございます。8位、ととちゃんさんありがとうございます。7位、りょうまさんありがとうございます。6位、えちごパワーさんありがとうございます。5位、とうかさんありがとうございます。4位、やへいさんありがとうございます。3位、あつこさんありがとうございます。2位、大関さんありがとうございます。1位、ギバさんありがとうございます。ありがとう。あっという間に終わってしまった。ありがとうございました。たまにはね、こんな時間もいいですね。お休みじゃない、そうだよ、お休みじゃないんだよね。夜は配信しないですので、みんなも早寝をぜひしてください。ということで、もし公園に行かれる方は公園楽しんで来てくださいね。それではまた。じゃあね、またねー。